湯をぶっかけるって温泉をぶっかけるって別府でしかできねえなと思って。実業家の堀江門こと堀江貴文さんは来月別府市で初めての音楽フェスを開催します。イベントはおよそ1000トンのお湯を浴びながら音楽とグルメを楽しむという別府ならではの企画です。本番を前に堀江さんは今日別府市でトークショーを行い、イベントの魅力を PR しました。時は別府店の特設ブースで堀江さんは大勢の来場者を前に大分の魅力について語り、サインや写真撮影などにも臨んでファンとの交流を深めました。思ったより熱意というか熱量があって良かったなと思いました。サイン会やってお湯をぶっかけられるとめちゃくちゃ開放的になるんで、普段の自分じゃない非日常の自分が知れていいと思います。イベントは来月9日別府市で開催され、チケットは県民割を利用した場合7980円で購入できます。